こんにちは、みきです。今日はですね、やっとこの間の9点のメガありで頼んだコスメが届きました。今回のメガありは今までと違ってね、結構自分的には奮発したメガありだったので、そのゲットしたアイテムを全部ご紹介していこうかなと思います。今めちゃくちゃ話題のアイテムもありますので、はい、ぜひ最後までご覧になっていてください。では今回私がゲットしたアイテムこちらです。じゃ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 ーん、もりもり。ちょっとねこれでも持ててないアイテムがあるんですが、まあ今の話題のところで言うとフィーのリップチークだったりとか、これもフィーのねグロスっぽいリップ、ラッカーのリップ、ラッカーのアイシャドウ、イントゥーユーのリップ、フィーの筆そして、アホ毛を抑える、マスカラ、はい、これを全部紹介していきたいと思います。何から紹介しようかな今一番話題なんじゃないかっていう、フィーのアイテムから紹介していこうと思います。大人気のフィーのリップチークと、あとそれ専用のシリコンの筆ですね。はい、この2つからいきます。皆さんフィーです。今めっちゃバズってますよね。まあ韓国のブランドなんですけど、まあ今年すごく話題になってて、この間新宿かな、まあ新大久保の方に日本のね1号店ができたっていうことで、まあ、とにかくすごく話題になってるアイテムです。リップとチーク両方使えるスフレみたいなね質感のリップチークになってるんですけれども、私は ND03 番 Without っていう色を買ってみました。でこれですね、昨日開けてみて、ちょっとびっくりしたんですが、色味が全然違う全然違う。これね買った人全員言ってたんですけど、やっぱりサイトで見てた色よりも全然薄いから気をつけてって言われてて、まあなんかそれも踏まえた上で結構ね濃いめのあの茶色っぽい色買ったと思ったんですが、着てみたらだいぶ明るいピンクっぽい色味になってます。で質感としてはほんとこのプニプニふわふわっていう、あのまさにスフレっていう感じの質感になってます。はい、だいぶ白みがかったピンクですね。公式のサイトではこんな感じの色だったんですけど、着てみたら色味は全然違うっていうことでちょっとびっくりしてます。もう何回も言うように本当に色味全然違うんだけど、結構ね白みピンク私得意だったりするので、まあこれはこれで別物としてね、あのまあ使えるかなと思ってます。まずリップにつけてみます。はあはあはあ、このスティックシリコンでできていて、これでつけるとねすごくあの使いやすいということで、はい、今回一緒に買ってみました。あんまりなんかつけてる感じがしないぐらいすごい軽い。そうね、マットリップとして考えると本当にめちゃくちゃ軽い、うん、つけ心地になってます。色味だいぶ白みがかったピンクですね。はい、でチークにも乗っけていきます。ほう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 、お、まあ想像してた色とはだいぶ違うけど、色味めっちゃ可愛いです。まあリップチークってことでね、リップとチーク、一緒に合わせてあげると本当にめっちゃ可愛いです。そうね、つけた感じもほっぺた全然ベタベタせず、まああのスフレっぽい質感なので、練りチークとかリキッドのチークなんかよりは全然、あのベタベタせず、まあ、ちょっとしっとりした感じもあって、すごくね、いい質感だと思います。うん、これは人気になる、理由がちょっとわかる気がする。はい。で、リップもね、全く乾燥する感じはないので、マットリップなんだけど、まあほんとちょっとしっとりした感じのね、でも表面サラッとしてる、なんか不思議な質感です。なので、まあちょっとね、やっぱネットで買うと、まあ色味が心配なので、まあそのうちね、ちょっと機会があったら、あの店舗見に行ってこようかなと思います。で今さりげなく使ったこのリップペンシルなんですが、これね正直いらないかもまあなんかねこのシリコンの感じとかあの珍しくてちょっと使ってみたいなと思ったんですけど、指が汚れなくてすごくいいんですけど、あのそんなにこれを使ったからといってめちゃくちゃいいかって言われると正直わからない。まあ本当に手が汚れなくていいなぐらいで、まあ、そんなにねこれにこだわらなくてもいいのかなと思います。あとチーク伸ばす時に今ねこうやって使ってたんですけど、やっぱ面積が狭いので、あの普通に手で乗っけたりとかスポンジとかで乗っけた方が多分使いやすいんじゃないかなと思います。まあ本当にメイクする時手汚したくないって人に、まあ使ってもらえればいいアイテムなんじゃないかなと私は思いました。まあでも両方ともすごくね気になってたアイテムなので使えてよかったです。はい。で次こちら。フィーのグロスのリップです。ツヤ系のリップになってます。これもバズってる。そう。で、まあずっと気になってて買おうって決めてたんですけど、そのメガありでいろんなショップ見てもほとんど売り切れてて、このアイテムって 30%70% って色味の濃さがね、2つに分かれてるんですけど、
濃い方の 70% が私は欲しかったんですけど、もう本当に全部売り切れちゃってたので、今回スコッチの 30% を買ってみました。まあでもすごい可愛い色だと思うんですよね。なるほど。こんな感じです。色味的には想像してた通りの色味なんですが、まあ、ただ 30% ってことでもうちょっと濃いかなと思ったんですけど、思ってたより、色味の薄さは薄めだなって感じがします。まあ、ビニールみたいなツヤ感めっちゃ可愛いですね。はい、で続けます。おー、うん、すごいめっちゃベリー系の香りがする。甘い香り、デイジェイクのジューシージュイティントにそっくりな香りがします。はい、こんな感じです。口紅にのっけてみたら思ったより色づきました。そうね、色味もそこまで思ってた色と違うなっていう感じはしないので、うん、まあ思ってた通りっていう感じです。ちょっとブラウン味がある落ち着いた色ですね。つけた感じは、まあ香りさっき言ったようにちょっとベリーっぽいような甘い香りがします。テクスチャー的にはめちゃめちゃグロスっていう感じ。ここ最近使ったアイテムの中で一番ね、質感重いです。そうね、もうつけてる時からビニールの膜ベトーって貼り付けてる感じなので、保湿力はねだいぶ高いんじゃないかなと思います。だし唇の縦じわだったりとか、ちょっとねカサカサした感じも綺麗に整えてくれる。ツヤ感もしっかり出てると思います。まあでもね、ちょっとグロス苦手な人はこの重さがベタベタするなって感じるかもしれないなっていうところではあるんですけど、私が好きなしっとり感ではなくて、まあちょっとべっとりっていう感じなので、まあ好みで言うとそんなに好きな質感ではないんですが、唇プリって見せたい時なんかには全然まあ使いやすくていいかなと思います。もともと欲しかった色だったりとかね、他の色もチェックしてみようと思います。はい、次はラカ、ラカのリップ2色ご紹介します。まあ見てもらえばわかるように、こちらめちゃくちゃ愛用してます。これは頼んでから一番最初に来たアイテムで、2週間3週間前ぐらいかなに届いたんですが、可愛すぎてこの色だけもう毎日毎日使ってたら、本当に3週間っていうぐらいめっちゃ減りました。これが現在私が愛用中の301番くすんだブラウン系の色ですね。ちょっとねツヤが出るタイプの、リップです。はい。で、もう一色がこちら。これが310番。もう少し明るめの、ちょっとコーラルっぽいような色味になってるかなと思います。ほんと手に出してみても、パッケージの色味そのままだなっていう感じがします。さらにすごいなと思ったのが、はい。今、ティッシュオフしたんですが、見てください。この色残り。こうやってこすってもしっかりね色味残っていると思います。はい。まず私の愛用しているこっちの色から。溶けます。香りはこれもねちょっとベリーっぽいようなフルーツの香りがしますね。なんか甘い香りがします。はい、こんな感じです。もう大好き、めっちゃ可愛い。最初につけた瞬間からもうこの色ほんと買ってよかったなと思いました。ちょっとね濃いめの、ブラウンなんですけど、暗くなりすぎずかといって、ブラウンすぎもしないので、程よく大人っぽく見せてくれるかなと思います。で、ティッシュオフしてもこんな感じでしっかり残ります。まあ、若干赤みが出たかなとは思うんですけど、まあ、そこまでねもともと塗った色と変化がないように感じるので、色持ちもめちゃくちゃ良くて、本当に今回買った中では一番愛用してるアイテムになってます。はい。でもう一個の、310番、よいしょ、もう一個のちょっと明るめのカラーですね。はい。まあ、さっきのと比べて少し明るめになってると思います。で、手に乗っけた時、ピンク味がね、しっかりあるコーラルっぽい感じかなと思ったんですけど、唇に塗ってみると、オレンジ味が、しっかり出てきたかなっていう感じがします。うん。ですが、まあ、もともとね、公式のサイトで見てた色に近いので、なんか色味が全然違うっていう感じではないです。ただやっぱ手に出した時と結構色味が変わったので、ちょっとびっくりしたなっていうところですが、うん、まあ色味としては乗ってたような感じのままかなと思います。で、質感としてはさっきのフィーとかと一緒でツヤ系のリップではあるんですけど、フィーに比べるとめちゃくちゃ軽く感じる。別にすごいサラッとしてるっていうわけでもないし、しっかり唇に乗せてる感覚はあるんですけど、変にベタつきがないので、こっちはね多分グロス苦手な人とかも使いやすいんじゃないかなと思います。私も個人的に
にはフィーの質感よりもこっちのベタ付き控えめの質感の方が塗ってて心地いいなっていう感じがします。まあこれはね、色味も質感もすごくね気に入っているので、もうねこっちがどれぐらい持つかっていう感じなんですけど、リピートして使いたいなと思います。まあでも毎日使ってたらこんぐらい減るか、まあ、ちょっと他のリップに比べて減り早いかなと思ったんですけど、まあ、本当に毎日使ってるのでまあこんなもんかなっていう感じです。はい、そして最後のリップはこちら Into You っていうブランドの、これもさっきのフィートに似たねグロスに近いリップになってます。はい、で今回買った色味はこんな感じの4番のインローズっていうちょっとくすんだピンク色になってます。これも最近インスタでねちょこちょこ見るなと思ってた、リップなんですけど、まあ、最近ドローリップって言われるリップがねちょっと流行ってるんですけど、まあ、ドローみたいに結構なんだろう粘度が高くて、で肌にちょっとまとわりつくような質感っていうのかな、の、まあ、リップで、これもねドロリップって言われる種類の、リップではあるんですが、結構こってりベトベトってした感じのグロスの質感だなっていう感じがします。まあ個人的にはフィーの方がちょっとべっとりしてる感じはあるかなって思います。でまあこの色、私は4番の、ちょっとねくすんだピンクの色買ったんですが、正直一回手にのせた時に薄って思いましたそう、なんかビジュアルで見てたやつはもっとねしっかりくすんだピンクだけど、まあ、発色もねある程度してたので、とにかく薄いなーって、まあ第一印象、思いました。じゃあ塗ってきまーす。はい、結構これもツヤ系のリップですね。まあ、画面で見るとちょっと色ついたかなと思うんですけど、これ実際に見ると、色味ね、めちゃめちゃ薄くて、ほぼほぼ色変わってないなっていう感じがします。これがね、ちょっとあれって思ったとこなんですけど、あんま色味の変化がないので、このリップに関しては、私は3回ぐらい、結構ね、たっぷり重ねて使うことが多いです。しっかり重ねて使うと、公式のページでね、見たような発色になるかなっていう感じです。なので、まあ正直、減りはね、すごい早いだろうなって思うのと、まああとは単純に何回も何回も塗るのがちょっとめんどくさいなと思いました。はい、今3回重ねてこんな感じです。これがね、私が買おうと思った時の、まあ発色、色の濃さにすごい近いなと思ったので、色味としてはすごい可愛いなと思うんですけど、まあなんせやっぱりね、色づきがすごい薄いので、まあこのアイテムに関してはちょっとね、満足度に差が出るかなっていう感じがしました。まあでもやっぱり私は使用感がそんなに好きじゃないなっていうのと、ちょっとね、色味の薄さが気になるところではあるので、まあもう一回この商品買うかなって言われると、ちょっと私はリピーターなしかなっていうふうに、はい、感じました。はい。で次はこちら、ウルリスっていう、ブランドの、これはですね、こんな太いマスカラみたいな、アホ毛だったりとか、前髪をね、今韓国でこういうチョロ毛を出すの流行ってると思うんですけど、まあ、そういった髪の毛をしっかりね、スタイリングして固定してくれるっていう、前髪とか細かい毛用の、マスカラ。はい、ジェルマスカラって感じですかね、になってます。ほんのりとろーっとした質感の、中に液体が入ってるんですけど、つけた瞬間は結構水っぽいようなサラッとした質感なんですが、何分か時間が経つと、もうこれがパリッと、しっかりね、乾いて固まるジェルみたいになるんですね。なんだけど、なんかハードジェルみたいにバキバキにはならないし、でもちゃんと長時間そういったスタイリングをキープしてくれるっていうところで、今回ね、買ってめちゃくちゃ良かったなと思ったアイテムになってます。はい。で、早速こちらちょっと使っていこうと思うんですが、この辺に私のパヤパヤした短い産毛があると思うんですが、こういったものをこうやって撫でつけるように溶かしていくと、はい、簡単にね、ここに出てたパヤ毛がなくなってくれると思います。どうでしょう？ここにあったパヤ毛が今全部なくなったと思うんですけれども、これはね、もうちょっと時間経つと、少しずつ固まっていって、本当にこの状態をね、キープできる産後の抜け毛だったりとか、あとは単純に、毛周期、生え変わりの時期に、切れた毛がこの辺ピン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 気になるっていう方にね、すごくおすすめなアイテムです。で、まあ最近の流行りの使い方で言うと、私もね、実は前髪作ってるんですよ。ずっと隠していた、
前髪がちょろっとあるんですが、こういうシースルーの前髪をキープさせるときなんかにも、すごく便利なアイテムです。で、まあ、この境目なんか地肌につくぐらい、はい、こんな感じでピタッと収めて、そう、地肌についてもね、全然ベトってしないんですよね。そうそうそう。なんかすごい本当に軽い水がついてるみたいな感じ。で、このシースルー感を活かしながら、一本一本しっかりね、キープさせたいときに、私はこの作りたい毛束ごとに、こんな感じで液をつけて、で、スタイリングします。このマスカラのヘッドがしっかり太さもあるので、ちゃんと一本一本毛流れをね、作りやすいんですよね。そう。はい、こんな感じで流行りのシースルーの前髪作ってみました。もう今さっきのトップの撫でつけたところはしっかりね、固まっていて、こっちもちょっとずつ固まり始めて、わかります?ちょっともう。この形でしっかりキープされてるの。本当にこのままのね、毛束をしっかりね、キープしてくれるので、めっちゃ使いやすいです。ずーっと気になってはいたんですけど、やっぱりすごくね、まあ今っぽいスタイリングに欠かせないアイテムだなと思いました。はい。で、このウルリスのキープマスカラ、3種類あるんですが、まあその中でもこの紫が一番キープ力が高いっていうことで、私は今回ね、これを買ったんですけど、これ使ってやりづらいって人はなかなかいないんじゃないかなっていう感じの使用感だったので、もうこの紫すごくおすすめです。ただ、私はね、慣れてきたところあるんですが、すっごい匂いが強くて、ほんとトイレの芳香剤みたいな香りが、とにかく強かったんですよ。ずーっとここに芳香剤ぶら下げて、生活してるような感じで、結構私その匂いに酔っちゃって、物はいいのに、ちょっと使いたくないなっていうのもあったんですよ。だし、まあ、やっぱヘアメイクの現場で使うと、もう私じゃないモデルさんだったりとか、そのね、お客さんとかが、これどう感じるかなっていうので、ちょっとね、まあ、匂いきついなっていうところはあったんですけど、最近めっちゃ、開け閉めしてたら、ある程度ね、なんか匂いが飛んだなっていう感じがしたので、使用感に関しては全然何も言うことがない、パーフェクトな使用感なので、まあ、ちょっとね、その香りの部分、これからね、どうなるかなっていうところであるんですけど、ちょっと匂いの変化を感じつつ、まあ、使用していこうかなと思ってます。これは今回買った中で本当一番、買って正解だったなと思いました。前髪のマスカラ探している人、ぜひ見てみてください。はい。そして最後、ラカのアイシャドウパレット。3番のプリムローズっていうちょっとピンク系のカラーと、4番のタンピーチっていうちょっとオレンジ味のあるカラー。はい。この2色のパレットを今回買ってみました。私、ラカのアイシャドウはですね、本当に、単色のやつも使ったことがなかったので、今回初です。すごい角度にしちゃった。はい。見えるかな?上から順に乗せてます。上の2色はほぼほぼね、ベースカラー、白っぽいカラーと、あとここに結構大粒のラメですね。はい。そっから、まあ、この2色はピンク系。で、最後ブラウン。結構濃いめのブラウン。っていう感じの6色のパレットになってます。はい。あ、これも、これも変なところに置いちゃった。すごい角度。ですね。最初の2色。まあ、これがパール感のあるベースのカラーですね。で、ここはさっきと違って、ちょっとブラウンベージュみたいなものの中に細かいラメが入ってます。はい。そして、まあ、ここがオレンジ。で、最後ブラウンっていう感じの、この6色になってます。はい。めっちゃ乗せ方間違えた。今までこんな乗せ方したことなかったのに。はい。見づらかったですね。で、まぁ、ちょっとね、目元に乗っけていこうかなと思うんですが、片目ずつ塗っていこうかなと思います。じゃあ、まずこのピンク系の、これを使おうと思います。全部乗せるとだいぶ厚ぼったくなっちゃうので、ちょっと何色か選びながら、ここはちょっとね、明るすぎて私は合わないので、この2色と、このラメを使っていきます。そう、まずこのパレットを買って思ったのが、全体的な色味が薄いなって感じました。ベースカラーみたいなのが、2色ずつぐらい入っていて、そんなにね、私ベースカラーにこだわらないというか、だったら逆にラメだったりとか、もうちょっとアクセントになるカラーをなんか入れて欲しかったなっていうのが、まあ正直な第一印象でしたね。このラメなんかはね、結構しっかり、大粒のホログラムみたいな
ラメがちょこちょこ入ってるので、そんな感じのねラメ感はすごく可愛いなと思いました。ちょこっと際にブラウンを入れようかな。このブラウンを使うとね結構ガツって目元が引き締まっちゃうので、私はこのぐらいのトーンでいいかなと思うんですけど、結構甘々なピンクっていう感じの印象です。これも結構ねいろんな色のラメ、グリーンだったりピンクだったりイエローだったり変更ラメがね入ってるので、光の当たり具合で色味が変わるかなとは思うんですが、個人的にはもうちょっと深めのピンクだったりとか、まあ、なんかラメがもうちょっと細かいものと大きいものみたいな感じで分かれてくれてたら使いやすかったかなっていうパレットです。私多分この3色は本当にね使わない気がする。はい、でこっち側にオレンジのっけます。このオレンジもガツンってくるラメがないので、割となんかヌーディーなオレンジのパレットっていう感じかな。それに他のねラメを乗せたりして楽しむのはすごくありかなと思うんですが、本当にヌーディーっていう感じの、オレンジのパレットになってます。まあピンクの方がやっぱラメ感がねあるなと思うのと、まあ、こっちはどっちかというとまあ本当にほんのりラメ感があるぐらいで、遠目から見たら結構マットな印象のパレットになるかなと思います。今オレンジはこれとこれとこれ、この3色を使ったんですが、まあ、やっぱりこっちに関してもこのね3色は使わないかな。まあ、CT 使うとしたらこのブラウンはまだ使うかなと思うんですけど、この辺の明るめのカラーは私は使用しないかなっていう感じなので、6色あって結構なんか使えそうなパレットだなっていう印象で買ったので、私の好みで言うと3種類ぐらいしかなかったので、全然ダメじゃないんだけど、まあ、自分としては多分使わなくなるパレットだなっていう感じがしたので、今回ね、使ってみて私はリピーターなしかなっていうアイシャドウになってます。はい、こんな感じで、今回の目変わりめっちゃ、買ったなと思うんですけど、もちろんね、うわ、これはレギュラー入りっていうのもあれば、使用頻度低いかなみたいなのもあったので、まあいろいろね、流行ってるアイテムの中でも、好き嫌いは分かれるなっていうのと、やっぱネットで、これも絶対優勝だろうって思ってても、実際に使ってみるとね、あれっていうのが、やっぱりね、あるなと思ったので、そうね、まあやっぱりちょっとめんどくさいけど、お店にね、足運んで、色合わせして、買うのが満足度につながるのかなと思いました。いやでも本当にいろんなアイテム試せて楽しかったです。なので、まあ皆さんもね、目変わりで買った、まあ目変わりで買ったのでもいいし、まあ最近、買ってすごくね、おすすめだったコスメ、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。